理屈じゃねえんだよ。でもパトロンっていうのはアルピニストみたいなもん。なんでバトロン行くんですか。いや、そこにパトロンがあるからっしょっつって。何が面白いか教えてあげようか。別に激戦区降りる必要ないじゃんって言うじゃん。この激戦区を勝ち抜いた時の脳汁ってやばいのね。やったバトロン抜けたってところに、あんなクソみたいな居盛り方してる4人衆に殺された時の敵の虚無感、何こいつパトロン降りんじゃねえよっていう声を、心の声を聞きたいがために、今日も俺はパトロンに降りる。なんもねえじゃねえかよ、おい。あ、リベスト、オッケー。十分だ。ここに降りてくるようなやつなんてな、みんな傲慢なんだよ。来るよ。今来たけど、悪魔みたいな戦略してるな。いいだろ。バカが来んの、バカが。はい、来ました。はい、3名様入ります。一匹殺したら気絶させて閉じ込めるわ、ここに。大丈夫。慌てなくていい。動くな。俺を信じろ。入ってきたよ、中。生きて帰れると思うんじゃないか。ナイス。はい、全然ご利用し、はい、ハイパーご利用して勝ったと。やべ、弾が一発しかない。やれ、ナイス。なめんじゃねえぞこの野郎、てめえ。うちのチームはな、普通に戦っても強えんだよ。奴らが悪魔みたいな戦法取ってんだよ。よし、あんまなめんじゃねえぞ。普通に強えんだよ、うちのチームは。バカ、誰がこんなに持ってるからお前らどうせ弱えんだろって思っただろ。強えんだよ、普通に。バーカ。普通に強えんだよ、うちのチームはよ。ただ悪、性格が悪い悪魔みたいなもんなんだ。ただそれだけ。よし。もうおそらくいねえだろ。